皆さんこんにちは、私たちマジカルパンチラインです。沖内優奈です。宇佐美空です。石澤遥です。山本杏奈です。はい、ということで今日はね、玉木がちょっとスケジュールの都合でお休みなので4人でやっていくんですけれども、なんか今日の動画の最後に玉木の VTR が挟まれるのであらぜひ玉木推しの皆さんも最後までご覧くださいということで、今日はですね、最近マジカルパンチラインリリースイベントツアーをずっとねやらせていただいてまして、初めてパンチラインというタイトルでねやってたんですけど、はい、結構いろんなとこ行かせていただいたじゃないですか。そうですね。なのでその遠征の思い出をみんなで語っていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでまず最初に行ったのが大阪京都ということで、はい、大阪と京都の思い出、記憶に残っていること、トークのタイトルだけ書いてもらって、その中から選ばれた人だけが喋れるみたいなんで、あ、なるほど、オーディションみたいな。そう、オーディションみたいなこと。え、じゃあこれは選ばれなかったら一生喋れないってこと？そう、最後まで喋らずに終わっちゃう可能性もある。やべえな、タイトルむずいな。選ばれるタイトル考えないといけないでしょ。オッケー、何があったっけ。かけた、はるかもかけた。え、もうみんなそんなの かけてる感じ。かけた、かけた。あ、かけたの。じゃあさ、結構マジラジとかいろんなとこでもさ喋ってるからさ、うんうん、出してない話がいいかなと思って。あ、もう何がやってるわ。出しちゃってんだ。オーディション8かもしれない。、まあ、それでもタイトルに引きがあればね喋れるから。はい、かけました。お、はい、これはどこにも出しておりません。それでは一斉にオープンしたいと思います。大阪京都の思い出、こちらです。ドン。はい、じゃあマネージャーさんに選んでもらいましょう。確かにそうだよね。え、何人選ばれるの？気になるやつも全部。一人って決めてたんだけど、うん、結構気になる一人以外。多分意外だ。ちょっとどうしよう、全員気になる。まだ可能性あるかもしれないが、アピールしな、そらちゃん。え、聞きたい。ちなみに素材ありますよ、ちゃんと。え、動画？あ、わかった。じゃあ、とりあえずはるかちゃんが力士になった話。わー、やったー。はい、私、はるかちゃんが力士になった話なんですけども、これは多分、そらちゃんとはるかちゃんとハナナが知ってて、ゆうなちゃんとマネージャーさんは初めて聞く話なんですけども、大阪で私たち、皆さんちょっとご存知の通り、牛角食べたんですよね。ご存知かわかんないけど。そうなんですよ。イベント終わって、うん、夜ご飯何にしようってこう迷って、で結局牛角に行って、うん、でその後に帰る時にですね、なんかお相撲さんのね、像があったね。そう、うん、ホテルに帰る途中、でなんかはるかちゃんが急にパーって走ってったと思ったら、急に目の前で一緒にやり始めて、えみたいな、何してんのはるかちゃんみたいな。楽しくなっちゃった。ちなみにまさかの最近、いや、これ私大阪のヨドバシでイベントさせていただいてない、うん、いただいてないじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと歯のね、噛み合わせちょっとまた滑舌がね、最近悪いんですけど、その時に高校の時の同級生の女の子のお友達2人が2人組で遊びに来てくれたりとか、親戚の人が急に遊びに来てくれたりとか、ママの会社の同僚の娘さんが遊びに来てくれたりとか。ちょっと遠くない？遠くない？ちょっと待って。ママの会社の同僚の娘さん。あで、なんか誰々の娘です、イエーみたいな再会とかがあったんだけど、その中でも私、本当に知らなくて超びっくりしたのが、なんかちょっとさっぱりめなスポーツ狩りっぽい男の人が来たな、初めて現場で見る人だなと思ったら、小学校の時の担任の先生で、もう多分10年ぶりぐらいだったの。20年じゃない？いや、15年ぶりだ。多分30年じゃない？何歳だと思ってるの、私のこと。で、来てくれて、で、その担任の先生もちょくちょく連絡はくれてたんだけど、私のこの学生生活の中で一番思い出に残ってる先生だったし、
一番なんか厳しかったし、うん、当時はこの先生厳しいなって思ってたけど、うん、後々やっぱりさ、うん、あの時の先生やっぱ良かったなって思うぐらい、うん、一番やっぱ記憶に残ってる先生が初めてマジパンのライブを見てくれて、うん、でその小学校の時私結構テレ屋さんというか人見知りだったりするから、テレ屋さん、その先生がねなんかギター弾くのが超好きな先生で、なんか終わりの回で一人で歌を歌わされたのよ。一人ずつみんなでこう歌ったりとか、うん、なんか先生がハーモニカ吹きながら歌ったりしてたのよ。それがもう本当に嫌で、私恥ずかしいから超嫌だったんだけど、その先生があの終わりの回であんなに恥ずかしがってたユーナが、うん、こんないっぱいの人の前で歌ってるのを見て感動したよって涙ぐみながら言ってくれて、もう本当にそれでなんか大阪のリリーベ、この地元でのイベントの良さを改めて痛感できたなっていう出来事がありました。いい話よ、すごい、さすが大きい、嬉しいね、やっぱりなんか、うんうん、私の昔を知ってる人に見てもらうっていうのは、うんうん、っていう感じの、はい、感動の最後、本当に知らなかったからびっくりしちゃって、すごい嬉しかったです、見に来てくれてありがとうございました。はい、ということで以上ですかね、大阪は。2回行き、はい、いいよ。すっごい確認も気になるんだけど、うん、次行きましょうか。あ、はい、あ、はい、じゃあ話はもう引っ越しというか、まあでもあとね、まだ何回以上かありますので、続いては福岡、思い出を書いていきたいと思います。はい、どう、なんだろうな、なんかさ、やっぱさ、こう皆さんにお話ししてる話の方がさ多くない、なんか、うん、大きいトピックス大体何話しちゃった、ちっちゃい小ネタみたいなのをここでね、ね、話したいところではあるんだけど、ね、はい、はい、ということで、はい、それでは福岡の思い出豪華トークタイトル発表したいと思います。こちらです、ドン、そらちゃん、そらちゃん、確認、また確認が出てる、連続もらえるんじゃん、やばい、パニックごっこ、あ、パニックごっこ、あーね、パニックごっこね、タクシー運転さん VS スタッフ大倉さん、え、なんでそんな決めないの、やめてくださいなんでそれさあ選んでください、マネージャー、やばい、あることある、ね、でもさっきの大阪京都の続きではある、ああ続編ってことね、え、じゃあもうここのタイミング逃したら喋れないってこと、確かに、そう、あ、逆に確認選んだらさっきのエピソード聞けるって、確かに、そう、確認いっちゃう、確認いっちゃう、じゃあはるかの確認、そう、確認はね、大阪京都の日に前乗りで、ゆなちゃんはね実家帰ってたんですけど、はいはい、うん、4人で来た日に、うん、着いたのが夜だったんですけど、うんうん、そのお腹空いちゃって、はいはいはい、でなんかその日結構ね、いろんなところで話してるんだけど、私が今日は一人で寝るから、うんうん、一人部屋にしようかな、いつもここ二人でね一緒に寝てるから、それでそれちゃんがなんか大きい荷物持ちながら泣いちゃった話をいろんなところで、ね、そうしてるんですけど、まあその後ね、私の部屋にそれちゃんが入ってきて、うんうん、でなんかみんなでその前にコンビニで朝ごはんとか、そのなんか食べる人はなんか夜ご飯とか買ってたんですけど、うんうんうん、その時に私すっごいお腹空いちゃって、うんうん、セブンイレブンの角煮あるじゃないですか、うん、あ、美味しいやつね、最近のやつ、あれ前さ、うんうん、ラーメンにのせるの美味しいっていうので、そう教えてくれて、それで普通にそれ食べたくなっちゃって、めっちゃ美味しいんだよね、けどなんかラーメンっていう気分でもなかったの、うんうんうん、でなんかチンするやつ、うん、ご飯を買って、うん、あとキムチも食べたくなっちゃって、うんうんうん、なんかそれを買って部屋に持ち込んだのよ、うん、絶対美味しいじゃん、それであの角煮ってすっごい開けただけでめっちゃ匂いもするので、うん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 、でなんかその隣でそらちゃんはなんか買ってなかったよね、全然何も買ってなかった、何も買ってなかった、あ、まだ持ち込んじゃってんだ、チョコのクッキー、チョコさ、チョコのクッキーくらいしか買ってなくて、シュメシュメ、ご飯大丈夫みたいな、あのまだ多分はるかが本当に一人だが良かった場合にさ、うん、確かにもう残ってる、チョラが泣いちゃったから入れてくれたんでしょみたいなテンションが残りつつもそらちゃんだったらね、でもそう、それでそらちゃんがクッキー食べてる横ですっごい匂いの確認をね、いやあれはいい匂いだよ、でもなんかちょっといい匂いしすぎて、うんうん、ちょっと視線も感じるから、あ、そらちゃん食べるって気になっちゃったんだ、好きな匂いだもんね、だからでご飯にかけてこう汁もかけて、うん、めっちゃ美味しい、美味しそう、でそれちゃんに食べないよって言って食べさせたの、でなんかでもそれ美味しいみたいな、うんうんうん、結構食べちゃった、結構食べた、2個ぐらい、あ、結構食べた甘いぐらいだよ、4つぐらいしかやると思ったのに、でそれでなんかその時それじゃなんかそのなんかちょっとさ、まだ、うん、ひょんぼりそれちゃんの、ありがとうみたいな、まあそれで
福岡で、福岡で、まあね、福岡だってさ、次の日の朝ごはんをまたみんなでコンビニに買いに行って、やっぱみんな朝ってヨーグルトとかさ、そう、まあ、あのゼリーとか、ね、ゼリーとかたっぷりしてたりさ、まあ、人によってはご飯も食べたい人もいるけどさ、うんうん、まあ、おにぎり、おにぎりとかね、食べるぐらいね、そう、そういう感じじゃん、うん、で、こう朝起きて、まあ、そらちゃんと同じ部屋だったんで、うんうんうん、そら、朝ごはん食べるみたいな、うん、で、したら、あの私が大阪で食べてた角煮とゴロツヤ、ありがとうって感じだった時にずっと残ってた。あれ美味しかったな、食べたいな、食べるぞって一人前食べたいな、しょうが思って、それで朝からあの時の角煮とご飯を、しかもご飯もチンするタイプのやつに汁かけて全部やばい、完全再現でね、再現、完全再現してて食べたかったの、最初そうなの、あの時はね、全力で楽しめなかったからね、やっぱちょっとなんか申し訳ない気持ちも残りつつだったから美味しかった。美味しかった。朝から行くのすごいね。そう。朝から行ったの。朝。すごい。朝に帰りに行ったの。そう。朝に帰りに行ったの。そうだよ。あ、豚汁は？豚汁も。あ、全部朝から食べたの？そう。え、豚汁食べたの？豚汁買ってない。すごい。思い立っちゃって。あ、角煮食べたいなって。そこにあるじゃん、全部。うん。朝から結構がっつり行けるタイプなの。うん。すごい。そらちゃんの胃袋すごい。よくない？一日ちょっと美味しかったすぐ好きな食べ物になるんだから、うん、そうだから最近は角煮とソルティライトで好きなものが増えていいからしいすごいね、角煮事件だね、これは、ね、そう、待って、これめっちゃ気になるんだけど、ね、でさ、これ話していいのかちょっとわかんないよ。あ、じゃあ最悪カットで会場に向かう時にタクシーで行って、うん、スタッフ王さんと、うん、ゆうなとたまきも3人で乗ってたのよ、うん、そしたら結構あのお話ししてくれるタクシー運転手の方で、だから後ろで「ゆうな明太子食べたいんだよね」みたいな玉木とかに話しながら、うんうん、あの大久田さんにも「明太子食べたいです」みたいな話してたら、運転手さんも入ってきてくれて「うんうん、あ、明太子の前通りましょうか」みたいな「うんうん、ああ、ま、じゃあお願いします」って言って、なんか全然遠回りじゃないから「明太子 の, あのお店の前通れますよ」って言って通ってもらったの。そしたら超行列があったのね、やばーみたいな話してたら、タクシー運転手さんが、いやまあでもやっぱ観光客が食べる食べ物って感じっすかねみたいなを言われたのよ、うん、ほう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 、ちょっとちょっと困った感じ、ほうほうみたいな、で、大久田さんがその後にももつ鍋美味しかったよねみたいな話とかしてたら、運転手さんが、え、もつ鍋どこで食べたんですかみたいな、大久田さんが、え、どこどこですみたいな、あーみたいな感じのリアクションなの、全部、うん、あほうほうほうって言って、で、ゆうなが Google マップで会場の近くに食べ物屋さん何があるか気になるじゃん、明太子あるのかなって言って調べてたら、あ、待って、新進ラーメンの近くにあるじゃん、うん、超近くにあるじゃんってなって、はるかと行ったところだってテンション上がって話してて、で、奥田さんにも新進ラーメンまた食べたいですみたいな、いいよねみたいな話をしてもらってて、そしたらまた運転手さんが入ってきて、まあでもあれもやっぱ福岡の人は食べないっすよって言われたのよ、うん、えってなって、こっちもなんかなんでそんなこと言うのって思ってたの、ちょっと、でもみんな思い出して、大久保さんって福岡県出身なんだよね、ね、だから観光客じゃないわけよ、もう知ってるのよ、うんうんうん、大久保さんは福岡の全てよ、うんうんうん、だからそれで多分ね、カチンときたのかわかんないんだけど、途中から何々言っちゃけどねってめちゃくちゃみたいな時に、大久保さんも、ああこの辺は私が学生時代にも結構なんかゴゴゴで私は福岡の人間ですよって言すごいすごいこう出してて、もうスタッフさん VS 運転手さんのもう一騎打ちをもうすごいなんかあの運転手さんはこの人福岡の人なんだって、うん、最後の方も言葉数少なくなってうち の, あのスタッフ王さんの大勝ちだったんだけど、本当に嫌な空気だったの。なんでこっち食べたって言ったのにそんなこと言うのっていう、うん、ちょっと嫌な気分になってたの。大久保さんが大々っちゃけどって全部打ち消してくれたんだ。スタッフ王さんの方言でもう最高って。そう、そういう事件があったのよ。会場に向かうまでに。VS なのめっちゃ面白い。タクシーの話とかだったらあんま気にならない。
かったんだけど、うん、これがすごい、うん、気になる、ね、やばいよね、うまい、戦ってるもんね、すごい、すごい、じゃあ大倉さん名前出してる時点でもう気になるじゃん、もう気になる、もう聞きたくなるのよ、多分大さんの話って絶対面白いから、はい、そんな感じですかね。はい、ということでこの収録時点ではまだ新潟のね遠征に行ってないということで、今日はここにいない新潟県出身の増田珠希の新潟遠征の感想 VTR をこの後見ていただきたいと思います。皆さんぜひご覧ください。それではどうぞ。やっほー、たまちゃんです。はい、リリーベツアー新潟での思い出一つ目はこちらです。じゃんじゃん、ライブ前日の家族と過ごした時間ですね。はい、私はみんなより先に新潟に行ったんですけど、まあ、ライブ前日ね、家族と一緒にいろんな場所へ行きました。まあ、ちょっと写真見ながら話してもいいですか。すいませんね。まずは、まあ、駅に着きました。全部行く感じ、まあ、駅に着いて、でそのままどこへ行ったかというと、まあ、お父さんとお母さんと3人で、これね結構珍しいんですよ。いつもなんかちっちゃい弟がいるので、お母さんがいなかったり、お父さんと高校2年生の弟と3人でとかあるんですけど、お父さんとお母さんと私はなかなかなくて、ちょっと珍しい日でした。でまずはこちらのうどんを食べました。見えるかな。え、そう、これ明太うどんみたいなやつなんですけど、これめちゃくちゃ美味しくて、でね、これが味噌汁なんですけど、なんか間違えてうどんをつゆだと思ってこの中に入れちゃって味噌汁の中に入れちゃったんですけど、美味しかったですね。明太子とうどんっていう大好きなセット。そしてですね、この後どこにいたかと言いますと、親戚のお酒屋さんに行きました。はい、これはブログでも紹介させていただいたんですけど、この日はめちゃくちゃ晴れてて、こんな感じで、あ、かわいい。でね、これは去年もね行って、で親戚のお酒屋さんがあるんですって紹介して、ぜひ行ってみてくださいって言ったんですけど、なかなか新潟行く機会がね多分みんななかったと思うんですよ。で今回これチャンスだって思って、ブログでぜひ行ってみてくださいって紹介したところ、結構ねたくさんの方が行ってて、でなんか私が行った後にファンの方来たみたいで、なんかちょっと悔しがってたみたいな。ありがとう。あ、そうそう、ちょっとね時間ずれちゃったみたいな。そう、でもめちゃくちゃ嬉しくて、お父さんがすごい感謝してました。めっちゃ喜んでた。そう、その後どこに行ったかと言いますと、海に行きました。めちゃくちゃ綺麗だったんだよな。インスタにも投稿したんですよ、こんな感じ。はい、この日もね本当に暑くてびっくりした。新潟ここはって思った、暑すぎて。この後お父さんとおじいちゃんとおばあちゃんと4人でちょっとお酒を飲もうって話になって、ライブ前日だったんですけど、まあ、そんな飲まなければ大丈夫かなと思って2杯ぐらい飲んだんですけど、でそこで食べたお刺身がめちゃくちゃ美味しくて、特にねこの牛、これ牛かな、これめちゃくちゃ美味しくて、みんなで共有しながら食べたいから食べなよって言ったら、なんかもうおじいちゃんとおばあちゃん、いやいや、なんかいつでも食べれるから食べなさいみたいな。たくさん食べました。で最後にスタバを飲んで帰りました。あの抹茶のスタバです、めっちゃ好きなやつ。スタバの抹茶、スタバの抹茶、抹茶のスタバでこの日は終わりましたね。帰って弟に再会してって感じです。こんな感じで過ごしてました。バイバイこんな感じです。まあ続いて名古屋、はい、岐阜遠征ガサツさが勝って、でも誰よりも取ってた、たまちゃん。メンバーは何したっけ。